ネバダ州の歴史では、アメリカ合衆国ネバダ州が準州となってからの歴史を解説する。1861年3月2日、ネバダ準州がユタ準州から分離し、シエラネバダを短縮して現在の名前を採用した。1864年、アメリカ合衆国大統領選挙の8日前、ネバダはアメリカ合衆国第37番目の州になった。時は、 南北戦争の終盤であり、北軍の同調者がネバダが州になることに非常に熱心であり、大統領選挙の前にアメリカ合衆国議会に電報で州憲法全文を急いで送った。彼らは列車で憲法を送ることでは期日に間に合って、送達することを保証できるとは思っていなかった。ネバダ州憲法は電報で送られたものとして、 最も長大でコストがかかったものと今でもなっている。修正率は急がれて10月31日のこととなり、エイブラハム・リンカーン大統領の再選と南北戦争後の共和党の議会多数支配を確実にした。ネバダの工業に基づく経済は工業化された北部に結びつくものだったので、隣接するカリフォルニア州のような南部に同調する他の州よりも 政治的な依頼度が高いと見られていた。ネバダが州になった理由の一つはその大きな銀と金の埋蔵量だったという誤った概念がある。しかし、これは単なる神話であり、連邦議会はネバダが準州の時にこれら資源を無制限に支配できたが州になればそれに限界があることからも筋の通らないことであろう。 ネバダ州は1866年5月5日に、コロラド巡州の西にあるアリゾナ巡州、パーユテ郡の一部を吸収して、基本的に現在の北緯37度線境界を全て形作り、これが現在の領域となっている。この移行はその地域での均衡の発見によって促進され、ネバダには人口の急増が予測されるのでこれを監視できる方が、 良いと役人が考えた。この地域は現在では、クラーク軍の大半を含んでいる。工業が長い間ネバダ州の経済を形作った。マーク・トウェインが、西部放浪記ラフィング・イットに記述された時期に、ネバダに住んだ時、工業は、陶器と巨大な富を生む産業に育っていた。しかし、19世紀の終盤では、工業でコロラド州やユタ州と競い合うのが、 徐々に難しくなっていった。収支格を剥奪する話まで出てきており、アメリカ市の中で、連邦議会で、そのような行動が議論された、唯一の機会となった。しかし、1900年に、トノパーで豊富な銀行脈が見つかり、ネバダ州を崩壊近い危機から救った。続いて、ゴールドフィールドとライオライトでも見つかって1920年代まで、続き、ネバダ州は、 もう一度工業で主役となった。ギャンブルは20世紀初期の不況に続いて再度勃興し、ラスベガス市の建設に貢献した、ネバダの初期鉱山町では規制のないギャンブルが普通に行われたが、1909年に全国的なハントバック改革運動の一部として違法になった。その後の出コ量の減少と世界恐慌の間の農業部門の衰退のために、ネバダ州は、 議会の承認によって、1931年3月19日、ギャンブルを再度合法にした。当時、ギャンブルを合法化した指導者たちは、州の経済基盤が広がって、景気の変動を受けにくい産業を含むようになるまでの、短期間のものになると予想していた。しかし、それ以来ギャンブルを再度違法にすることは真面目に、考えられることなく、今日、 ネバダ州の主要収入源に成長してきた。1935年、ボルダーシティの近くラスベガスの郊外にフーバーダムの建設が始まった。国中から何千という労働者がダム建設のために集まり、彼らの需要を満たすためにさらに多くの労働者を必要とするようになった。この人口急増はギャンブルの合法化を加速するようになり、現在のギャンブル産業になったと考えられる。 フーバーダムと後の延期性、マグネシウム工場のような軍需産業の双方が、ラスベガス近くの州南部の成長をまず促進した。過去75年以上、クラーク軍は、リノ地域のとの関係で成長し、今日州内人口の大半を抱えている。ラスベガスの北西65マイルにあるネバダ核実験場は、核兵器の実験のために1951年1月11日に、 開設された。この施設は広さ1350平方マイルの砂漠と山岳地である。ネバダ核実験場における核実験は1951年1月27日、1キロトン TNT 爆弾をフレンチマン平原に落とすことで始まった。最後の大気圏内実験は1962年7月17日に行われ、 地下学実験は1992年9月23日まで続いた。この場所は合衆国でも最大量の核爆発された兵器が集積されていることで知られている。州内面積の80%以上が連邦政府に所有されている。このことの主要な理由はネバダの砂漠では普通である乾燥条件ではホームステッドが実行できるほど十分な。 大きさを取れなかったからである。その代わりに初期の開拓者たちは水源の周りの土地を所有地とすることになり、農業には水がなくて不向きなり隣接する公有地で家畜に草を与えている。ネバダ州に適用されたこのホームステッド法の欠陥はおそらくネバダの環境を理解できていなかったためであるが、ある先導者は土地が庶民の手に渡らないようにした。 工業受益者の圧力のためだと主張した。この議論は今日でも週内歴史家の間で論議され続けている。ありがとうございます。